現代音楽にネタを求めるのは間違っているだろうか。こんにちは、現代音楽にネタを求めるのは間違っているだろうか。案内役の萩原です。どうも、寝起きです。作業するのが遅れてしまって、そろそろやんなきゃっていうことで、寝起きに頑張っております。眠いですまあいいや。ですね、このコーナーはですね、現代音楽をちょっとネタ的に楽しもうじゃないかと。なんかね、小難しく考えるじゃなくて、ああそれはネタとして面白いねみたいな捉え方をしてはどうかと、そういうコーナーとなってますね。でですね、まず今回ちょっと告知があります。1個目、2つ告知あるんですけどね。1個目はですね、来週の26日月曜日のですね、夜何時だっけ、ちょっと今何時か忘れたんで一瞬ちょっと探してきます。ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさい。26日の22時から BS スカパーでですね、バズーカという番組があるんですけど、そこでですね、今回実はね、現代音楽ネタにしているこのコーナーで、あえて触れずにずっといたゴーストライター問題に関するですね、なんか番組があるというか、まあ簡単に言うと、ゴーストライターをやっていた新垣さんを、番組で取り上げられるらしくて、でそのちょっと現代音楽関連の曲の選定とか、その辺のですねお手伝いを僕したので、ぜひ見てもらえるとちょっと嬉しいなと思いますね。で2個目はですね、僕ライブやります。6月1日に、秋葉原グッドマンというところで、ライブやります。その時にですね、時刻表から、ね、曲を作ったりするのをやるんで、どうやってやってんの時刻表から曲ってとか思う人はちょっと見に来てくれると嬉しいなと思いますね。なんと持ち時間の半分もこう告知で使ってしまいましたけれどもまあいいやっていうことで、今回ですね取り上げようと思ったのはですね、ラヘンマンという人のですね、キンダーシュピールかなっていう曲です。まあまたね、とりあえず聞いてみましょうか。どうぞ。はい、そんな感じでですね、なんだこれはと、いつもと違う方向でなんだこれはだと思うんですけど、キンダーシュピールっていうのは日本語で言うと子供の遊びみたいな意味ですね。なんかもうすごい簡単に子供が遊んでるような感じの曲です。これ十何分続く曲なんですけど、途中ではなんかバーンバーンバーンになったりするんですけどね。なんかラヘンマンっていうのは特殊奏法の、結構有名な人で、例えばね、舌打ちだけで歌を歌うような曲作ったりとかしてる人なんですけど、なんかこのキンダーシュピールはこう子供がピアノで遊んでるかのような、音像でありながら、なんかこう、あ、そういうのもなんか面白いねという感じがしてね、とても好きですね。で、あとですね、同じような方向性としてはですね、ルイ・アンドリーセンという人のですね、メロディーって曲があります。これもちょっと聞いてみましょう。はい、この曲はですね、リコーダーとピアノで、ね、できてますね。なんかまるでこう、なんでしょうね、近所のお家で、小学生がリコーダーの練習をしてるかのような、ちょっとなんか素朴な風合いのある曲ですね。なんかまあ、アンドリーセンも別にこういう感じの曲が作風としてメインの曲ではないんですけど、こういう曲も作ってるというね。このなんか、なんでしょうね、一応現代音楽の流れで、新しい、単純性とかですね、そういう名前のこう、複雑になりすぎたものを一度こう揺り戻す流れとかね、なんだっけ、新ロマン主義だっけ、よく覚えてないけど、そういうのもあるんですけど、それとはまたちょっと違う感じのアプローチで、あえて子供が弾いてるような感じでやってみるとか、素人がやるとどうなるだろうかとか、そういうね流れもねあったりするんですね。なんかそういうのも機会があれば皆さん聞いてみてください。ラヘマのやつは確か鍵盤楽器全集みたいなのに入ってますね。そんなわけでお時間となりました。
そろそろ現代音楽のネタが来てる感もあるんですが、頑張って紹介していきたいと思います。ではさよなら。